俺はケンジ、最近体調が悪い。リンさん、こんにちは。どうした？なんか顔色悪いぞ。いや、なんか最近だるくて、朝は眠いのに夜は目が冴えて眠れないんです。だから昼過ぎまでずっと眠いし、なんか便通も悪くて、もう最悪ですよ。そうなのか。はい。なるほどな。お前それは自律神経が乱れているからだぞ。何ですか自律神経って。そんなことも知らないのか。よし、じゃあ今日は私が自律神経について説明してやろう。今回の話を聞けばその不調が治り、健康的に生活することができるぞ。よろしくお願いします。まず自律神経について説明していこう。はい。自律神経とは、内臓で食べ物を消化したり、心臓を動かして血液を全身へ送ったり、呼吸したり、体温調節をするなど、生命の維持に必要な働きをするものだ。まあ簡単に言うと、自律神経は心臓や内臓、肺を動かしているわけだ。なるほど。この自律神経は、交感神経と副交感神経の2つで構成されている。あ、交感神経？何ですか？それ。交感神経とは、アクティブで活動的な時に働く神経だ。副交感神経はリラックスして落ち着きたい時に働く神経。車で例えると、アクセルの役割をするのが交感神経で、ブレーキの役割をするのが副交感神経だな。なるほど、わかりやすい。交感神経が優位になると、血管が収縮して心身ともに興奮状態になる。一方で副交感神経が優位になると、血管が緩みリラックスした状態になる。この2つの神経がバランスよく交互に働くことによって、血液がしっかりと全身へ送られ、心臓や腸の動きが活発になる。その結果、朝から元気に活動できるし、夜はリラックスしてぐっすり眠れるというわけだ。なるほど、人間すげえな。だがお前、朝に眠くて夜に目が冴えると言ったな。はい。それは自律神経が乱れているからだ。なるほど。自律神経が乱れると、呼吸や内臓の働きが悪くなり、血流も悪くなって、疲れが取れないとか、不眠だとか、便通が悪くなったりする。なるほど、まさに今の僕ですね。ああ。ではなぜ自律神経が乱れてしまったのかだ。はい。自律神経を乱す原因は、ストレスや夜更かし、激務、喫煙、激しい運動などだ。やっぱりストレスか。はあ。テストとか部活の大会の前に大きなストレスがかかると、お腹が痛くなるやついるだろう。もしくは会社の人間関係のストレスで夜に眠れなくなったりとか。ありますね。あれがまさに自律神経が乱れている状態だな。なるほど。ストレスが自律神経を乱して体を不調にするんですね。ああそうだ。神経とは心と体をつなげているものだからな。仕事や人間関係で強いストレスを受けて、自律神経のバランスが崩れると、脳や心臓、肺、胃腸などの機能が悪くなって、体がずっしりと重くなったり、疲れを感じたり、夜眠れなくなったり、記憶力や判断力が低下して、下痢や便秘、肌や髪、爪などがボロボロになるんだ。ストレスって怖いな。ああ、逆に心の状態が良ければ体の調子も良くなっていくというわけだな。なるほど、本当に心と体はつながっていたんですね。では自律神経をどう整えるかだ。はい。ここでは朝、昼、夜の3つに分けて自律神経を整える方法を説明していこう。まず朝に自律神経を整える方法だ。まず朝早く起きて太陽の光を浴びることだ。太陽の光か。ああ、太陽の光を浴びれば体に朝が来たと気づかせることができるし、夜にどれだけ夜更かしをしても朝に太陽の光を浴びることで体内時計のリズムを整えることができる。なるほど。次に朝起きたら水を必ず一杯飲んだ方がいい。水？ああ、水を飲むのは自律神経を整える効果があるんだ。へえ。特に朝一杯の水は最も重要で、眠っている胃腸を起こし、自律神経のスイッチをオンに切り替えることができる。なるほど。できれば1日に2リットルの水を飲むと、より健康的になれるぞ。2リットルか。ああ、そしてしっかりと朝食をとることだ。これも自律神経にとって重要なことだ。できれば朝にバタバタしてストレスをためないように、30分早く余裕を持って起きるといいだろう。わかりました。次に昼に自律神経を整える方法だな。
これも3つある。まずはウォーキングだな。お前運動してるか？あ、いえ、動いてないですね。そうだろう。毎日必ず15分から30分のウォーキングをした方がいいぞ。ランニングはダメですか？ランニングなどの激しい運動はかえって自律神経を乱すことがあるから要注意だな。なるほど。ランニングではなくウォーキングがいいんですね。ああそうだ。会社に歩いて出社するのであればそれでもいい。そして次、炭水化物を少なめに、タンパク質を多めにだ。腸内環境が整っていると血液がサラサラで血流が良くなり、自然と自律神経を安定させることができる。逆に腸内環境が乱れると精神的にもイライラして自律神経のバランスも崩れてしまう。お腹の調子が悪いのにポジティブになるのは難しいだろう。確かに、お腹の調子が悪いと最悪な気分ですもんね。ああ、実際に腸では幸福物質であるセロトニンの 95% が生成されているし、免疫細胞の 70% も腸内にあると言われている。つまり腸内環境が悪いとうつ病や気力の低下になりやすいんだ。なるほど。そこで腸内環境を良くするために食事を整えた方がいい。はい。まず炭水化物の摂りすぎは体を疲れさせる原因になるから、炭水化物メインの食事は3回の食事のうち1回だけにするんだ。きついな。そして自律神経を整えるには肉や魚、卵などの動物性のタンパク質をしっかり摂ることだ。やっぱりタンパク質が重要なのか。ああ、そしておすすめなのは毎日一杯味噌汁を飲むことだ。味噌汁ってそんなに重要なんですか？はあ、味噌はとても体にいい。タンパク質やビタミン、食物繊維などの重要な栄養素がたっぷり含まれているし、腸にもいい。一日一杯飲むことで病気を予防して長生きにつながる味噌汁は最強の健康食と言える。そうなのか。その他にもバナナ、ごぼう、こんにゃく、オクラ、枝豆、タケノコ、海藻、キノコ類、芋類などの食物繊維の多い食べ物をしっかり食べておくことだな。腸内環境を整えればストレスにも強くなれるぞ。わかりました。次に、夜に自律神経を整える方法だな。ここが最も大事な部分でもある。なぜなら自律神経を整えるためには睡眠の質を上げるのが必要不可欠だからな。なるほど。これも3つある。まずは食後3時間空けて寝ることだ。3時間？ああ、23時に寝るのであれば食事は午後20時までに済ませるのがベストだな。夕飯は早ければ早いほどいいぞ。逆にダメなのは食後にすぐ寝ることだ。やべえ。食後すぐに寝ると腸内環境が悪くなり、自律神経が乱れて疲れやすくなり、睡眠の質も下がる。昨日深夜にカップラーメン食べてすぐ寝ちゃいました。それは最悪だぞ。内臓が休まらず眠りが浅くなってしまう。今後は食後に必ず3時間以上は空けて睡眠をとるべきだ。なるほど。また入浴は39度から40度のぬるま湯に15分ほど浸かると副交感神経の働きが良くなり、睡眠の質を高めてくれる。逆に42度以上の熱いお湯に入ると興奮してしまうから良くない。了解です。また就寝の30分前にはスマホをしたりゲームをするのも NG だ。興奮して寝つきが悪くなってしまうからな。特に良くないのは銃撃戦のゲームだ。俺めっちゃスマホでゲームしてますけど。普通に考えてゲームで脳が興奮した状態でいきなり寝るのってどう考えても難しいだろう。寝る30分前はスマホを控えた方がいいぞ。わかりました。さて、最後に精神的ストレスから身を守る3つの方法を説明しておこう。はい。まず、社会に出ると人間関係とか残業とかいろいろなストレスがかかるだろう。はい。そんな時は1対2の深呼吸をすることだ。1対2の深呼吸？ああ、3、4秒かけて鼻から息を吸い込み、6から8秒かけて口から息を吐き出すんだ。これを1日1回3分間行うことで自律神経の調子が高まることが分かっている。イライラした時に試してみてくれ。はい。そしてため息もいいぞ。え、ため息って悪いものだと思ってました。いや、ため息が出る時は心配事や悩み事を抱えていたり緊張して呼吸が浅くなっている時だ。はい。そんな時にふー
とゆっくり長く息を吐くことで浅くなった呼吸が深くなる。深い呼吸によって酸素をたくさん吸い込んでリラックスさせてくれる。つまりため息は体にいいことなんだ。へえ、知らなかった。できればどんな時も笑顔で口角を上げておくことで顔の筋肉の緊張がほぐれ、副交感神経の働きを上げる効果があるぞ。作り笑顔でもいいからやってみてほしい。わかりました。まとめだ。水を1日2リットル飲む。ぬるま湯に15分浸かる。食後は3時間空けて寝る。15分から30分ウォーキングをする。毎日味噌汁を飲む。今回はたくさんありすぎて5つにまとめられないが、できそうなものから自分の生活に取り入れていってほしい。今の時代、24時間空いているコンビニにスマホ、座りっぱなしのパソコン作業など自律神経を乱しやすくなっている。今回の内容を取り入れて健康になってもらえばと思う。ありがとうございます。はあ。今日の授業は終わり。また来てね。